自民党の派閥が解体される中、次期戦闘機開発費に914億円計上で日英医開発加速との情報をキャッチしました。今回は防衛省本気で次期戦闘機開発費計上化914億円投入で AI 無人機戦闘機も加速英国との共同開発に米国より賞賛ありを詳しく見ていきますね。先に無人戦闘機を開発し F-35 戦闘機との連携テストもいい考えかもしれませんね。IHI 社の持つ XF-9 ジェットエンジン技術に注目が注がれていることは事実です。欲しい。2023年12月に閣議決定が行われた日本の2024年度の防衛予算案は7兆9496億円とほぼ8兆円に迫る総額にまで拡張され、悪化する一方の日本の周辺の安全保障環境を念頭に置き、過去最高額となっている。内容を大きく俯瞰してみると、敵の防空網の外側から攻撃が可能な、いわゆるスタンドオフミサイルの研究や開発に比重を傾けていると日本政府も説明しており、長距離打撃兵器の整備への予算の投下が顕著である。ただ、そうした中でも、現行の F-2 戦闘機の退役を踏まえ、その代替機となる次期戦闘機の開発関連にも、総額ではおよそ914億円が投じられることが決まっており、2023年夏に提示された概算要求の段階のおよそ910億円に、若干の上乗せがされた形だ。今回の2024年度の防衛予算案における、この次期戦闘機の開発関連の総額およそ914億円の内訳としては、その開発費用が、およそ640億円と7割を超える金額が割り振られており、本格化を予期させている。残りは、次期戦闘機が完成し、同機と連携行動を行うための無人航空機の研究費用におよそ48億円。次期戦闘機を共同開発するイギリス・イタリアとの開発機関への拠出額におよそ42億円が投下されることが分かっている。さらに次期戦闘機が搭載する兵装として、新型の中距離空対空誘導弾の開発におよそ184億円が計上されており、現行の F-2 戦闘機の主任務は、対艦攻撃用途とはいえ、星空戦闘力の強化も視野に入れていることが伺える。すでに、2023年秋頃には、イギリス・イタリアと日本との3カ国で、この次期戦闘機を中核とする開発計画、GCAP、グローバル・コンバット・エア・プログラムの進め方の方向性が大手マスメディアでも報じられた。そこでは、GCAP、グローバル・コンバット・エア・プログラムの共同開発機関を、2024年秋を目途に発足させ、その拠点はイギリスに置き、責任者を日本から排出する方向になることが打ち出されている。また、今回の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおいては、日本からは三菱重工業社、イギリスからは BAE システムズ社、イタリアからはレオナルド社が、その中核を担うことが確定している。そのため、これらの3社の各国を代表する軍需関連企業が中心となってジョイントベンチャー体制を構築することが打ち出されており、その傘下で各国の複数の軍需関連企業が必要な分野を分業体制で担当することとなる。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの進め方の構造としては、日本、イギリス、イタリアの3カ国による共同開発機関が、性能、要件を取りまとめて策定、ジョイントベンチャーが、設計から開発、製造を担う。かつて、現行の F-2 戦闘機を代替する次期戦闘機の開発が日本で唱えられ始めた時期には、F-2 戦闘機の共同開発を、アメリカの現、ロッキード・マーチン社と組んで実施した際の課題を払拭することが求められていた。それは、F-2 戦闘機の開発におけるコアな部分に関しては、アメリカ側が、すべてのイニシアティブを握ることとされたため、以後の必要に応じた独自の改修等を自由に行うことができないという事態を経験したゆえだった。そのため、次期戦闘機の開発に際しては、日本側としては自国主導を強く標榜していたが、現状を見る限りにおいては、個人的にはこの理想の追求が今回も甚だ困難な状況になるのではないかという一抹の不安を感じてしまう。
すでに、日本、イギリス、イタリアの3カ国による共同開発機関の拠点は、イギリスに設置する方向となっていることを鑑みれば、ユーロファイタータイフーン等しの戦闘機開発で実績に勝る同国の意向が強まることは不可避にも見える。こうした状況下でも、日本側は、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける有人戦闘機の機体本体や、機関部の開発に主導権を発揮したい旨を公表しているが、果たして、どのような分担に落ち着くのかは予断を許さない。日本側としてみれば、全体を統括する三菱重工業者は言うに及ばず、機関部を担当する IHI 社や、電子機器類を担当する三菱電機社など、国内のそうそうたる軍需関連企業が名を連ねてはいるが、先行きは楽観視はできないだろう。イギリスやイタリアからは、前社の BAE システムズ社はもとより、機関部には、ロールス・ロイス社、レオナルド社が参画するため、世界的な実績という観点からは、いずれも、日本の軍需関連より先を行く企業というほかない。このように記述してしまうと、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける日本の立ち位置は、かなり厳しいものがあると判断せざるを得ないが、圧倒的に巨大なアメリカと比較すれば、まだ可能性は残されていると信じたい。そもそも、次期戦闘機開発が、具体的に日本で論じられて、以後、つい3年ほど前までは、純国産化が困難な以上、従来の F2 戦闘機と同様に、アメリカとの共同開発が順当であり、協力企業も、ロッキード・マーチン社が最有力と見さされてきた。それが、急遽、今の形の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムへと急旋回した最大の理由は、ロッキード・マーチン社は、無論、アメリカ側が、日本の次期戦闘機開発に加わるメリットを感じなかったためと言われている。アメリカでも、次期戦闘機の開発は、同国空軍を中心に、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスとして進められているが、こちらは、早く、とも2040年代の実戦配備を目途としており、時期的な一致を見なかった。逆に、日本の次期戦闘機は、現行の2戦闘機の退役を2035年から開始できるように、その時期を目途としており、ここがアメリカと乖離していた点が、最も大きな決別する点となったと考えられている。また現在のように、日本を含む西側諸国においてデファクトスタンダード化したロッキード・マーチン社の F3 ゴライトニング2とは異なり、今後のアメリカの NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスは、輸出は前提としていないとも言われている。こうした開発時期の不一致は、もとより、日本の場合の次期戦闘機が、現行の F2 戦闘機を同数で置き換えると仮定すると、その必要数は90機前後ということとなり、アメリカ側からすれば、ビジネス的に旨味がないとも囁かれている。このようなアメリカ側の事情を考慮すると、逆に、イギリスやイタリアは、日本よりも経済的には小国であり、前述したような日本主導という理念がより具現化しやすいと判断されたという見方もできるだろう。また、日本とイギリスとは、地理的に、島国であるという共通点を抱えており、次期戦闘機に求める要件が、非常時にも、生存性の観点から有用と見さされる双発機で、対艦攻撃兵装を重視した機体を志向していた点も重なる。日本は、すでに、ステルス戦闘機としては、F3 ゴライトニング 2A 型を現時点で105機調達する方向で動いているが、イギリスは、同機の採用はしておらず、未だ、ユーロファイタータイフーンに、その任を担当させているため、より重要度は高そうだ。ちなみに、イタリアは、日本と同様に、F3 ゴライトニング 2A 型を導入しているが、予算の関係上、現時点では、60機の調達にまで削減されており、今後は、当初の予定通りに数を増加させることを議会では主張している状況にある。イギリスやイタリアは、今のロシア・ウクライナ戦争の余波で、軍備の増強に注力していく方向となっているため、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける機体も増加を検討する可能性もあるだろう。最後に、日本では、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで生み出される機体の海外輸出も、政治的な課題となっているが、果たして、日本が市場とする東南アジア方面で、
その需要があるのか否かにも疑問は残る。